こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、やっぱり中途半端と本気の境目ですね。やっぱりね、本気でやるっていうのは誰もがやらない世界までぶち抜いていくってことなんですよ。ですんで、自分はこんなに仕事で頑張ってきましたって言っても、結構ね、その程度のことは別に頑張るまでもなく誰でもやってんじゃないのっていうのが私は多いと思うんですよね。じゃあ YouTube めちゃくちゃ頑張ってやりましたって言って、どのぐらい撮ったんですかって言ったら、300本行きましたとか言ってね、これ頑張るのうちに入んないなと私は思うんですよ。アフィリエイトに関しましても、アフィリエイトサイトを何個作っても儲からないんですとかね、記事をしっかり書いたんですけども全然収益上がりませんって言って、いくつぐらい作りましたって言って、せいぜいね500とか600なんですよ。1万個ぐらい作ってやったと言えるんではないかなと思います。1万個以下っていうのはまあそこそこなんですよ。それはね、中途半端と言ってもいいぐらいです。1万個行ってないっていうのは、1万個っていうのはさすがに誰もやってないでしょ。だからこれが本気なんですよ。だから本気と中途半端の境目ってのは、中途半端ってのはその程度のことだったらやってる人結構いるよっていう世界なんですよ。でもなんか2桁ですかね。やっぱり本気でやると思ってる人の本気度っていうのはやっぱりマーケットの標準から見ると中途半端なんですよ。で、マーケットの標準から本気でやったなって言える人は、マーケットの標準で中途半端にやった人と比べてちょっと2桁違うんですよね。100やったっていうのに比べて1万になるんですよ。これはね、本当桁外れって言いますけども、1桁ぐらいではそこそこなんですよね、やっぱりね。だからそう思うと、自分は何日休んでないみたいなね、休んでない自慢とか、1日何時間働いたとかね、血へどを吐きながらやりましたって言って、なんかやった自慢する人いますけども、まあそのね、やった自慢をする時点でまだ全然中途半端だなと思いますね。そういう世界なんじゃないかなと思うんですよ。逆の立場でやっていった時に、それはね、見つけるのが難しいぐらい自己表現少ない方と、もうね、とにかく Facebook 開いたらそいつばっかりとか、 YouTube 開いたらそいつばっかりとかね、そのぐらいのことをやって初めて、目に留まるのかなと思うんですよ、多くの人にね。でそっからスタートしないと、まあ自分のことなんて、自分の商品なんて、自分の会社なんて気づかれないですからね。ネットワークビジネスも悪くはないんですけども、ただもう時代が変わりましたね。その対面口コミっていうのはちょっと昔の時代なんですよ。ですんで、今口コミをやるとしたら、もうね、オンラインがない人に向けてやらないと厳しいですね。私も今ね、化粧品は結構売ってるんですけども、これオンラインでは化粧品でね、二足三文なんですよ。2000、3000の相場なんですよ。でも私は2万円、3万円で売ってるんですよね。これはね、オフラインしかできない人に対して売ってるわけなんですよ。要するに情報がないところにそれなりの価値を提供していくってことですよね。でもちろんね、そんなずるいじゃないかっていう声もあるかもしれません。私はこっちで2000、3000円で売ってることを知っていて、こっちで2万円、3万円同じものを売るわけですからね。でもそれは情報の差なんですよ。で、その2万、3万で満足してらっしゃる方に、実はこれこっちで2000円で売ってるんで、こっちで買っていいですよっていうのが、じゃあ果たしていいのかな、悪いのかなっていうことなんですよ。というのが、定価があるのと値崩れしているものっていうのはやっぱり明確に使い分けないといけないからなんですよね。この話はね、別でまたさせていただきますけども、今日はね、もう一回、動画をまとめに言わせていただきますけども、まあね、やったやったと言ってる人、中途半端です全部。それだったらやったうちに入んないんで、何もやってないと一緒なんですよ。で、中途半端にやったことが何かの役に立つかなっていうと、これは非常に難しいです。役に立たないと言ってもいいぐらいです。ただ役に立つことがあるとしたら、自分が中途半端にしかやってこなかったと、プロのレベルってここまでやることなのかっていうふうに気づいた方に対しては、中途半端にやったことも、なんとかね、失敗談として役に立つかなって言えるぐらいですかね。それでは本日もよろしくお願いします。